だからこれ、多分皆さんも多分これね、当時のことは僕らも喋るなって言われてましたし、山口元弘さんが本出してますけど、そこにも載ってないことをね、今日ちょっと喋ろうかと思ってましたね。はい、これね、消滅するときって皆さん、あの新聞で載ったのご存知ですかね。そうですよね、あの時って私も新聞で知りましたからね。あの時って僕、あれなんですよ、クラブハウスに明日練習1時より1時間早く来いって言われたんですよ、選手たちは。で、なんだろう、なんだろうってみんな、なんでって練習明日1時間早く、なんで来なきゃいけないのってみんな思ってたんですよ。で、朝4時ぐらいに、4時半ぐらいですかね、いろんな友達からバンバン電話入るんですよ。お前朝新聞買ってみろ。そしたらコンビニ行ったらもう冬月消滅、なんだこれと。で、みんなこうバーッとクラブハウスに集まってきて、ミーティングルームに集められて、で、会社の人から紙切れ1枚ですよ、パッと渡されて、潰れるから、そんなことないんですか、消滅するから。で、後のことは何もまだ決まってないみたいな、マリノスと合併するかもみたいな、そんなぐらいだったんですよ。みたいな、説明が何にもないんですかね。サッカーどころじゃないですよ。ようやく試合に出始めて、これからっていう時に職なしですよ。すぐに実家出ましたんですよ。また出ました、はい、また出ましたよ、親父に、はい、おた、これもう消滅だ、やばいよ、って、もう帰ってこいって言われてるんですよ。またね、いやそういう意味では本当にね、悩まれるんですね。しかし、はい、すいません。それで、フルーゲスの幹部も社長も何も分かってなくて、結局、まあ、全日空さんが、全日空さんのその時の人事のお偉いさんが、まあハイヤーにバーッと駆けつけてきて、でそこでまあ言われたんですよね。とはいえ、まあ納得のいく説明は ないでしょうし、でそこでね、もう今となってはすごいですよ。もうあんなにみんながこう自分でやっぱ体験したんで、あんな先輩が涙流しながらその人に訴えかけたりとか、まあ一つの例で言えばね、今ある J3 の監督、坂見原で監督を今年就任した笹川さん、ね、ある方ですよね。絶対に涙なんか見せない人なんですけど、もう彼の涙流しながら、このチームはワールドカップで優勝したメンバーがいるチームだと、ね、でなおかつワールドカップ出て最初のオープニングゲームで3敗はヘディング決めたんですよ。その3敗をいるチームなんだ、分かってますかみたいな感じで泣きながら問いかけたんです。98年ですからね、本当はあのフランスワールドカップの、そうですよ、ね、はい、それでね、言われた言葉がもう決まったことはしょうがない、で、まあここだけですけど、はい、ここだけですよ。僕たちはやっぱり、まあ、試合出始めた頃だし、まだ僕たちの同期は試合出ない人もいましたし、みんなに一律100万円払うと、だから許してくれと。すごい話ですね。本当、男泣きにしてくださいよ。男泣きしてくださいよ。はい。で、実際問題ね、これ、若手は人間ですから、お金もないですし、あ、ラッキーと。もらえるんだったら。みんなは初めそうだったんです。だけども、みんなで集まった時に、やっぱり、キャプテンの山内さんを中心に、やっぱりここでこの100万でもらって俺たちは納得したら、後で後ろ指刺されるぞ、あいつらは100万もらって聞いたんだから、そうじゃないんだ、やっぱりどっかの企業さんが手を挙げてくれるために俺たちで活動しなきゃいけないんだ、存続させなきゃいけないんだって方向になって、それで拒否して、でそっからですね、その当時フルーゲスは本当弱小チームだったんですけど、サンパイオが、もう彼ら試合出てない人たちに就職の場を与えようと、残りの、リーグ戦と天皇杯は俺たちは出なくても他のチーム行ける、だけど出てない選手に、就職活動の場にしようよということをサンパイオは言ってくれたんです、でその時にね、我々若手も初めはこうなるほどって思ったんですけど、いや違うなと、みんなで話して、もうこのメンバーができるのはもう次負けたら天皇杯だから終わりだと、じゃあやっぱりどっかの企業さんが手を挙げてくれるためには、そういう一致団結した姿、勝つ姿、これを見せないと、
企業さんを納得してくれないし、やっぱり支援してくれないということで、いや、これはベストメンバーでいきましょう。僕たちは勝つことでこのメンバーで長くサッカーできる、あと何試合ですか、決勝まで行ってもあと6試合しかないじゃないですか。それで一致団結して1試合1試合も負けたら終わりの世界ですよ。まあ、あの駅ではね、いろんな署名活動しながら、やってましたよね。あとは試合になったらもうみんなが一丸となって、で最後これです。もう多分今までの歴史上こんなドラマないと思うんですけど、なかなかこの筋書きは書けないですよね。書けないですね、これは。で、僕ね、今小学校にこう夢を持つ授業で全国津々浦々、今海外アジア地域にも行ってるんですけど、こういう話をするとね、子供がね、いや、じゃあなんでこうなる前にその一致団結できなかったんですかって言われて、僕絶句したんですよ。いやいや、子供ってすごいですよ。僕ね、言葉が言い返せなくて、改めて家に帰ってきて、で、自分で考えて、で、自分自身答え出たんですけど、人間って自分で見たことしか頭に入っていかない。見たこととか、それを感じたことしか入っていかないんです。だから、いくらこの状況を、例えば皆さんに説明したところにしても、多分その状況っていうのは多分分からないと思うんですよ。だから、ね、言われてもそうなんです、そうなんです、だから人間ってそういう窮地に立った人間が集まった時に、そういう力を発揮するっていうのは僕体験しましたね。そうです、あまりですから負けてないんですもんね。その負けてないです、そうなんです、すごいことですよね。そうなんです。でもこの大会も本当に素晴らしくて、でその、広島に行くはずだった同期の吉田選手がすごいゴールを決めて、どん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 。そうなんですよ、彼とはやっぱり高校の時からライバルで、で僕ね、今だからあいつとは大親友なんですけど、当時はですね、高校時代は口も利かなかったんですよ。やっぱそういうライバルになるとそういう感じになっちゃう。いや、高校の時はね、滝川第二高校って高校選手権でも4強に入る、まあ滝川第二高校、市立船橋、清水商業、帝京って言って、僕たちの時代この4強だったんですよね。3年生の時も選手権出てますもんね。3年生出ました、出ました。その時に滝川第二高校3トップだったんですけど、その3人全員プロに行ってるんですよ。この3人全員喋れないです。そういうもんすかね。この3人全員自分がゴール決める。そりゃ勝てないですよ。確か割と早めに3年生 の選手、全国選手権は終わりましたですね。終わりましたね、はい、2試合しかで終わりました。なるほど、ね、だけど、プロに入って、この時ぐらいから、吉田と僕、吉田が点取って決勝ゴール決めた後に僕が一番先抱き合ってるんですよ。もうね、当時のね、滝二時代だったらありえないよね。ありえない光景が出ましたね。なるほどね。ちょっとどの時のですね、ちょっと紙面があって、あるんですか。このちょっともう古いんで、色が変わっちゃってますけど、はい、これは吉田選手が決勝ゴールを決めたところなんですけど、ここにいるのが加藤さんですよね。そうなんですよ。その後、吉田がね、このコーナープラックのところに、まあ、パフォーマンスしていくんですよ、もう一番先僕が行ってますから。右のコーナーに行ったんですね。行ったんですよ。行きやすいですよね。行きやすい。足も早いですね。いやいや、もう、なるほど。でもこれ決まった時どんな気持ちでしたの。いや、これ 2-1 だったじゃないですか、はい、残り時間あと15分ぐらいだったんですよ、もうあとは守り通したらいけるな、だけども、ラスト10分ぐらいになってきたらもうみんな涙溜めてるんですよ、で、何人かの選手は涙をこうちょっと垂らしながら走ってるのが分かってたんです、僕もそれを見ながらもらい泣きしながら走ってました。そんな試合もうそういう試合、この試合しかないですよね。いや、本当ですね。もうホイッスルになった後はもう、ね、あの当時皆さんも多分思い返してもらったらいいですけど、みんながピッチに出てきたじゃないですか、あの時ね、ジーニョもブラジルが駆けつけてくれたんですよ。で、またその最初、社長さんに、社長さんというか、その代表の方に言って涙で抗議した笹川さんが、この試合は欠場だったんですよ。出られなかったんですよ、はい、だけどユニフォーム着て、あの寒い中、半袖半パンでベンチのとこいましたからね。彼たちいつも半袖のイメージで。そうなんです、そうなんです、そうなんです、